はい、こんばんは。マンチカンズ TV でございます。今回は実験企画といたしまして、チュール VS マタタビ、こちらをやってみたいと思います。猫たちに大人気なチュールとマタタビ、果たしてどちらが猫が好きなのかということで、こちらのノンアルコールビール、ガンボールの中にチュールとマタタビを入れて、果たしてどちらが食いつきがいいかというのをやってみたいと思います。まずはこちらにチュールがございまして、これを箱の中に入れて、さあ食いつくを見てみましょう。入れぞる。じゃん。はい、猫たち、チュールだよ。おいで。さあ、続々と集まってまいりました。さあ、これをリリースして猫たちがどんな反応をするか。おい、今ティオパパが先に寄ってきましたね。お隣にいるのはウル。チュールに誘われて箱の中に入ろうとしたがケンカ。ウルル君が挑戦。見守るティオパパ。パパあっちだよ。さあ頑張れウルル、頑張れウルル。この短い足が止まりません。頑張れウルル。これは食いついているって言っていいのかな。ちょっと分かりにくいので、こっちを開けてみましょうか。おお、なんとなんと綺麗になくなっているじゃないか。うるる、うるるか、食べた。すごい。なんだ、気づいたらもう食われていましたね。チュール恐るべしといったところでしょうか。ウルル、もういいよ、出ておいで。ウルル頭隠して尻隠さず。はい、おかえり。すごいね、ウルル、よく食べたね。じゃあ今度はマタタビでやってみますよ。はい、今度はマタタビです。同じように皿の上にマタタビを置いてみました。これを段ボールの中に入れて皆さんの食いつきを見てみようと、こういうわけでございます。いきますよ。おい、ルナとティオパパがやってきたぞ。お、反対側からミュウちゃんもやってきたぞ。おお、なかなかの人気ぶり。おお、ゾロゾロと誘われて、さすがに酔うんでしょうね。チュータも来たし。おお、なんか茶色い群れが出来上がっています。一面茶色という感じでしょうか。実はモコちゃんも寄ってきてるんです。おお。おお、どうした。ミュウちゃん、どうした。ミュウちゃん。おお、なるほどね。はい、もう実はミュウちゃんが綺麗に舐めていたということですね。ミュウちゃん何してる。おい、ミュウミュウ。おい、綺麗さっぱり。何してんの何をしているんだ君は。箱の中に入っても強えな、ミュウ。
じゃあちょっと勝負はマタタビがやっぱり圧倒的に人気だったようですが、ちょっと意地悪してみましょうか。この上にマタタビ巻いたらどうなるの。さあミュウちゃんが箱の中に入っているが、さあティオパパ乗ったぞ。後が怖いぞ。知らないぞ。ああなるほどね。またたびの魅力には勝てないぞということですね。ういうい。じゃあ皆さんにも等しくまたたびを堪能していただこうかな。うい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 。はい、またたび祭りです。またたび祭りだよ。ういどうですか。茶色い絨毯です。はい、もこちゃんから絨毯、みゆちゃん、ティオパパ、うるるくん、ルナくん、うららちゃん、メルママ引き、実は全員集合しております。喧嘩しないよ。やっぱりミュウちゃんが一番強いんですな。じゃあこのマタタビ祭りの状態でチュールを上げてみたらどうなるか。ちょっとはい、チュールだよ。チュールですけどどうでしょう。やっぱマタタビなんですね。ほらミュウ、はい、かわいそうだからルナにはチュールあげようね。ルナさ、というわけで本日お送りしたチュール VS またたびいかがでしたでしょうか。勝敗はまたたびの勝ちという感じですが、ご覧のようにルナ君はチュールが大好きとといったところです。なんだなんだなんだ。はい、今日も最強だったミュウちゃんでお別れしましょう。以上マンチカンズ TV でございました。またねー。